はい、どうも、そこは、ポッキーです。今回からですね、また新しいゲームを実況プレイしていこうと思います。今回やるゲームはこちら、アサシンクリードユニティというゲームです。では、早速、やっていこうと思います。このゲームね、結構、っていうか、だいぶ有名なシリーズの一番最新作です。でね、僕、アサシンクリードシリーズ一回もやったことないので、すごいワクワクします。失われたわけではなく、ほうほうほう。私たちの中に生きている。なるほどね。これ DNA かな。すごいなんかかっこいいですね。高度化されているのです。ほうほうほう。30年にもで僕アサシンクリードシリーズね初めてプレイするんですごいワクワクしていて、プレイステーション4でやっていこうと思います。いやもうねみんなに恐れられるアサシンにねなれるように頑張りたいと思います。はい。これは完全体験型のエンターテインメントです。エンターテインメント。ボタンを一つ押すだけで歴史の転機となる瞬間に立ち会うことができるのです。なるほどなるほど。すべて自宅でくつろぎながら。自宅でくつろぎながら。ヘリックスへようこそ。ありがとうございます。こんにちは、ヘリックスさん。ここでは歴史があなたの遊び場です。ほうほうほう。歴史が遊び場。歴史好きにはたまらないですね、それ。始まりましたね。なにこれ。動かせるけど、1個目以外はロック中になってますね。再生って書いてあるけど。これヘリックスっていうなんかゲームかなんかか。パソコンかゲームっていうことかな、設定は。で、そっからこう選んでいくと、ジャック・ド・モーレの悲劇、ハゲが映ってますね。ではやっていきましょう。バツボタンで。ジャック・ド・モーレは、信念の人であり、傑出した頭脳。なるほど。OK です。カットしていきます。お、始まった。フランス・パリ。もうなんかそれだけでおしゃれ。1307年、すごい昔ですね。まあ僕は3歳くらいの頃かな。誰だ。俺だ、ポッキーだ。フロイダ君。僕の名前ポッキーと申します。今頃ですが、以後お見知りおきを。会議中だ、全員な。出直してくるんだ。フィリップ王の使いだぞ。そうだぞ、フィリップ王だぞ。さったれ。はっ、フィリップ王にお前の首を跳ねてもらうぞ。なんでお前が独房にぶち込まれてないんだ。うわ早速やるね。もう早速戦い始まってますよ。なんだなんだなんだ。我らは裏切られた。ハゲだこれ。剣を抜け。ハゲだこれ。お前は待て。別の任務を頼みたい。ついてこい。俺どれかな。まずこれこれ。来たー。初来た。イエーイ。どうやって走るんだこれ。わかんないけど。ドモーレについていく。あいつについていけ、行けばいいと。アサシン。俺これ？わあ、もう、まあ、なかなかいい髪型してますね。満足。はい。走る。R2 行きますよ。よし。戦ってるね。だが急げば師団を救える。党に向かい、剣と本を隠すんだ。決してアサシンの手に渡してはならない。アサシンは敵なの？行け。アサシンクリードって名前なのに。わあ来た。全然わかんねえ。攻撃。なんか始まった。でも奥になんか 70m って書いてあるから、多分だけど俺はここに向かえばいい。ごめん、誰か切っちゃった。ごめん、本当悪気なかったんだ、マジで。じゃ早く行きましょう。うわあ、街並みすごい綺麗なんだけど。さすがプレイステーション4。これが PS4 の力か。くそ、別の道を行かなければ。なんだと。そっちか。どんどん行きましょう。何？はしごを登ると。よしよしよし。操作もちゃんと書いてありますね。丸、四角、三角で。武器を抜くのは大体四角で、隠れるのは×ボタン。ここで隠れられないと。確かにね。どこもないよね。ここ開くかい？開かない感じか。どこへ行けばいいの？こっちか。よいしょ。なんかすごい、って言ってるんだけど。大丈夫かな？何があったんだろう。上登れそうですね。
結構このゲームはオープンワールドみたいな感じなのかな。うわあ、やばいやばい、自殺願望あった、自殺願望あった、危ねえ危ねえ。俺が操作をもうちょっと見せてたらこれ完全に死んでましたよこの人。ああ、登った登った、よし。なんか結構自殺願望ありますね。大丈夫かな本当に。ああ、ああ、またまだまただ、死なないで死なないで、まだまだやるべきことがあるし、多分素敵な人にも巡り会える。だからさ、行こうぜ。何暴れてんだお前。よし、いいぞ。お、 R2 と×。うう、登っちゃった登っちゃった登っちゃった嘘でしょ、想像と違う。なんか、え、何が起こってんだ俺。あ、この中に入ろうと思ったのに。まあいっか、やつを止めろ、やつを止めろ。あ、隠れられる罰で、やつを通すな。俺のことか。いや違うな。あ、ここから下降りれますね。一個下に用事があるっぽいから。あ、来た。よぉ、ハゲ元気か。あ、ムービー入った。あいつ敵か、おい、絶対追うんでしょ。来た来た来た、そういうの待ってた。これスタミナはないのかな。アサシンを倒す、オッケー。もう早速アサシンを倒すんだね。やばーい、うわ、ナイス、よく生きてた。あ、お前か、お前を倒せばいいんだな。よし、止まって、止まって、まあ止まってって言って止まるやついないよね。だから動いて、うん、動き出してるわ普通に。動けって言ったら止まるかと思ったけど、いやーこれなかなか追えないぞ。どうにかなんかしないと。うわー、なんだこの煙、おならこいたのか。臭い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 、うお、やばい、まずい、かっこいい。あ、始まった。うわー、なんだ、始まった、もうこれ戦い。よしよし、全然わかんないけど、とりあえず四角ボタン押して剣で、おお、どうしたか。いや、生きてる、まだ生きてる、逃げてったぞ。やばい、あいつ結構逃げ足早いぞ。うわ、なんか関係ないやつまで殺してる。何オーバーキルしてんだお前。わわ、テイテイテイ、よし、バスで回避する。オッケー、いいね、ナイス回避、当たったけどな普通に。まずいまずいまずい、よしよし、お、どうしたか。え、剣かっけえ、いいね。うお、え、おい、お前そんな技隠してたのか。なんで最初が使わなかった。待ってくれよ。なんか毎回画面にハゲ映ってますね。今は右下に映ってた。いいね、そういう玄関にドア欲しいわ。そういうドア、玄関に。どこだここは。何が起こるんですか。お、秘密の隠し場所みたいな感じ。その剣は何なんだ一体。なんか雷みたいなの出ましたよねさっき。かっこいい剣だね。なんだこのふざけた像、二人のこれ、子供のこれ。なんでこんな像がこんなかっこいい剣を持ってんだ俺。よくわかんないな。目をむき出しにしてる。あっ、捕まった、まずい。あ、え、え、そう、主人公死んだ、もう。ちょ待って、まだ10分しか経ってないんだけど俺このゲーム始めて。嘘だろ、ちょっと7年後。展開早すぎて笑ったんだけど、おじいちゃんももうヨボヨボになっちゃったわ。おお、やばい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 。クレメンス教皇、聞こえるか。年を越す前に、燃える燃える、神の前で罪の償いをさせてやる。そしてフィリップ王、貴様のテンプル騎士団に対する蛮行にはどんな罰も軽すぎる。うんうんうん、呪ってやる。13代先の世代まで貴様らの一族を苦しむ。13代先って、綺麗な目をしてるじゃないか。だがこいつが敵か。の炎に焼き尽くされ、真の知恵の時代は無残な終焉を迎えた。はいはいはい。カスは規律、兵は輝きを守る誇り高き羊飼いだった。テンプル騎士団はもはや存在しない。うんうんうん。
お、モートロフィー。昔の話。出して？何を？お、誰だ？見えたわ。イエーイ。どうも。混乱を避けるため、はい、簡潔に。はい。私はビショップ。本名ではないけど、とりあえず今日はここまで。そんだけ？名前しか知らないお前。ちょっと遺伝子記憶データを探すため、アブスター号はあなたとあなたのニューロンを利用しているのよ。ニューロン？彼らはニューメン？あ、ニューメン美味しいよね。政府、報道機関、NGO に手を出してるの。次は歴史の支配を企んでる。恐ろしい計画よ。早く彼らを止めないと。協力してほしいの。あ、オッケー、任せといて。そういう系得意。何回も悪と戦ってきたか俺。I87。取り込みを実行。先週アブスター号のヘリクスサーバー内にある非シークエンスメモリーにアクセスした。私たちの抱える問題を、もっと簡単に言ってくれるかな君。ちょっとすごい難しい単語並べられてもわかんないんだけど。待ってるわ。待ってる。オッケー。今日の晩御飯のことばかり考えてました。お、え、めっちゃ綺麗。ベルサイユ1776年、ベルサイユ宮殿か。てかプレイステーション4やばいですよ皆さん。動画で伝わるかな。ほんとね、あるの？めっちゃ綺麗。もう実写化っていうレベル。ほんとに可愛い男の子。一緒に行っちゃダメ父さん。勇気を持て。ここで待っていなさい。この時計の針が上まで来たら戻ってくる。え、そんなに？それほどはかからない。うん。戻ってきたら花火を見に行こう。そうだぞ。線香花火じゃないぞ。今日は打ち上げ花火だ。それと探検はなしだぞ。おい、これ完全フラグだろ。はい、父さん。絶対探検するわこのボーイ。なんだなんだ。え？あら、かわいい。待って、俺この男の子を動かすのか。まさか嘘っぽいなこれ。あの子を追っていくの？ただのストーカーです。本当に勘弁してください。行きましょうか。イエーイ。めっちゃ綺麗なんだけど、これ、世界。うわぁ、外見える。すげぇ、外行きたい。引きこもりだけど、外行きたい。いや、すごい離れていってる。やばいやばいやばい。いやぁ、こんにちは。元気か、お前。元気そうだね。よっよっよっ。おぉ、痛い痛い、ごめん。ごめんね。何も言わないし。止めるんだって。これどういう設定なんだろうな。女の子についていくって目的出てますが、これストーカーのゲームですか。まさか。これこっちから行ったら多分早いと思う。近道。そういうことをちゃんと考えていく。そうでもなかったな。よっ。あれを取ってこれる？どれ？リンゴを盗む。あ、取れ取れ。余裕余裕。はい。この。あ、やばい、見つかった。何？何が起きたってどういうこと？これあれか、隠れたらいいのか。ここにあるものは王のものだぞ。お前たちのものではない。ここにいたら多分大丈夫だ。捕まえたぞ。捕まえたの？え？俺ここにいるんだけど。どうしたらいいんだろう。あ、来た。女の子と話す。あ、もうあいつからは見つかってないって感じか。衛兵をドアから引き寄せよう。あー、よし、こうやって何かさっきのやつをつけて、でちょっと走ってこいつから行くと。なるほどね。オッケー、オッケーオッケー、任しといて。おい、リア充かよ。見た。僕はあるの、エリス。おお、早い。お前早いな、反応。国王と大事な話だって。これから何する？うるさ。聞いて、
大丈夫、ここなら見つからないわ。どういうこと？僕が悪いんだ、僕がリンゴを盗んだ。いや、そんなことじゃないぞ、絶対これは。行ってみましょうって手を離していかないでよ。女の子についていく。所詮俺は女の子を追いかけるだけの人間なのかな。何が行われてんだ？この悲劇的な事件で、悲劇的な事件。何が？犯罪者で国を判断するのはエリス。どうした？無教養なものだけ来なさい。何？父さん。え？何？おい。なんだよなんだよ。え？そんなバカな。なんだと？さあ行くんだ。衝撃展開すぎるんだけど。なんかドキドキなってる、心臓の音が。何これ、決断の時じゃない？13年後、もう13年経ったの。このゲームなんか、うわめっちゃイケメンになってる。うおびっくりした、お前なんでいきなり。なんだ、そう時計が欲しいだけだ俺は。これあの男の子だよね、めっちゃイケメンになってるな。いや知らねえ、危ない危ない。言ってみて、そのセリフリアルで。気をつけろ怪我するぞ。おかっこいい。あダサい、落としちゃったし。なんだ、あんたの兄弟と話していたんだ。ユーゴ、憲兵を呼べ。ちょっと待て、ちょっと待て待て、おお来た。何追うのか、あいつ。オッケー任しとけ、そういうの得意。これで人の間を縫ってね行くのは得意なんですよ僕。なんでかって、そうやって生きてきてからよくわかんないこと言ってるけど。あなんかすげえ乗り越えるとかできるんだ。へえ、何、待って、丸ボタン。わあかっこいい、いいね、運動神経抜群だね。俺にはそんなことできないよ。くぐる、はい。うお絶対今痛かった、うん絶対こすれて痛かった今。よし、あいつか、あいつを呼ばいいんだね。しつけがまだなってないもので。ユーゴーにタックルする。目標は左下に出てますね。タックルすればいいの、ここ飛びそう。よしいいね、人いっぱいいるな。てか街並みすごい綺麗ですね、俺こういう街並み好きだから。いいこのゲーム。あーごめんごめん、おおタックルしたっぽい。きたー、かっけー。時計の見方も知らないだろう。時計の見方も知らないのお前。やがれ、おっとまずい、まずいまずいまずい。逃げよ逃げよ、戻ってきやがれ。なになに、目標達成、エリアから脱出し一般市民状態になれ。一般市民状態、なんか登っちゃった。なあ、降りた。一般市民状態ってどういうこと。どうしたんどうしたん、いった、え銃ぶっ放された。待て、いきなり銃ぶっ放してくるんだけど、あいつなんだなんだ、やめろやめろ。いいね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 、うおかっけえ。うおこんにちは、元気かいみんな。すげえこいつ運動神経抜群なんだけど。あ木の上もいけるか、いいねいいねいいね。そうこういうのがアサシンクリードだよね、こういうの待ってた。お逃げれそうじゃない、いいんじゃない。なんかすごい屋根の上に、危ない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 、おー生きてる。よしどうだ、助かったか、逃げ切ったのか俺は。お逃げ切りましたね、遊んでたら逃げ切れたな、ラッキー。あなんか目標地点あるぞ、デラセールに向かう。上から行こうか、もう慣れてきた慣れてきた。すげえこれやりてえ、スパイダーマンよりもこいつはすごいぞ、かっこいいな。いいね、屋根の上行こう。あと 70m か、あ、あっちか。よし、着いたね。結構近かった。と、オッケー。こんにちは。どうした？一体どこに行っていたんだ？ん、ちょっと、ラーメン食べに行ってた。うわぁ、来た、あいつ。捕まえたぞ、このクズ野郎！ちょっとした誤解だよ。別に何も。お前らは犯罪者をかくまってる。白昼堂々俺の家に侵入し、時計を盗んだ泥棒だ。うん、こいつたち、正論しか言ってないんですけどね。正しいです。憲兵たちが喜んで処理をしてくれることだろう。処理だと、
その旦那様の被後見人への制裁です。窃盗だ。具体的には何を。書斎にいなさい。何をしたんだ一体。綺麗な絵。そんな目で見てくれるな。ビクトルはファラオで必ず仕掛けてくる。これ絵に向かって話しかけてるのこいつ。あ、違った。誰かいるのか。ええ、誰も。やっぱり絵に話しかけてた。オリビエには憲兵に通報しないよう話しておいた。またな。感謝します、ドム。これで6度目か。7度目？健康のためにも別の趣味を作る。7度目？ええ、カードをやると新鮮な空気が吸えるし、いい運動になるんです。また後で話そう。エリスと町で仕事があるので出かけてくる。エリスがいる？今夜だけだ。すごい実写っぽいですよね、もう映像が。彼女に付き添いが必要では。手を焼かされるのは一人でいい。この人エリスに恋をしてますね。手伝いをするのだ。多分。全く。何か？エリスによろしく。エリスによろしくってかっこいい。なんか小説の題名でありそうなんだけど。おお、来た！メモリークリアー、イエーイ。続ける。ベルサイユの記憶。しゃあ、来ましたね。あ、こっから、もう動ける感じか。うわぁ、街並みも綺麗ですね。これ街並みを見てるだけでなんか楽しそう、ほんとに。で、次のミッションが出るって感じか。多分、びっくりマークのところに行けばいいんでしょう。はい、ということで、今回はご視聴ありがとうございました。パート1いかがでしたでしょうか。アサシンクリードね、初めてなんですが、なかなか楽しくて、次回やるのがとても楽しみになってきました。街並みはすごい綺麗でね、もう歩いてるだけでもなんかこのゲーム買う価値あったなって思います。はい。ということで、もし動画を楽しんでくれたらぜひ高評価ボタンを押しててね。ではまた次回パート2でお会いしましょう。ポッキーでした。バイバイ。